お元気ですか、ボクシミです。今回は BBM ラグビー日本代表カード2023ブレイブブロッサムスの開封動画です。初めてね、ラグビーの、ね、開封動画となります。いつもねあのプロ野球カードをね集めていますけどね、たまにはねあのプロ野球以外の方もねあの開封動画もするんですよ、ボクシングは。で、ワンボックス18パック入りで、ワンパック7枚入りなので、9パックずつ前編後編に分けてやっていきたいと思います。まずは前編の9パック開けていきたいと思います。それではね、早速9袋やっていきたいと思います。まずはね、1袋目でございます。ちょっと1袋ですね、ちょっと、ね、間違ってですね、開けてしまいましたけどね、この辺ね、ご了承ください。まずはですね、山中亮平選手でございます。稲垣啓太選手でございます。ジョネ・ナイブラカ選手でございます。ベン・ガンダー選手でございます。で、グ・ジ・ジオン選手でございます。これカードでございます。高橋大地選手でございます。サウマキアナアナナキ、あ、失礼しました、サウマキアマナキ選手でございます。すいません、ちょっとね噛んでしまいました。2袋目でございます。ちょっとね今日はですね、ちょっと手袋がですね、片っぽちょっと穴が開いてしまいましたのでね、ちょっと黒い手袋を左手につけております。極力ね、あの薄さないようにしますのでね、大変ご了承ください。斉藤直人選手でございます。グレイク・ミラー選手でございます。姫野和樹選手のカードでございます。これは、中村亮斗選手でございますの、これねカードでございます。ジャパンプライドって書いてあります。稲垣啓太選手のこれカードでございます。で、セミシ、マシデワ選手でございます。ザル・アサエリ・アイ選手でございます。3袋目でございます。福井翔太選手でございます。柿永慎之助選手でございます。増島幸太郎選手でございます。松田力也選手でございます。で、デビタ・タタフ選手でございます。これカードでございます。ちょっと、ね、移動します。で、ワーナー・ディアンズ選手のこれ、ね、カードでございます。中村俊太選手でございます。4袋目でございます。姫野和樹選手でございます。で、ジャパンプライド、堀江翔太選手でございます。松島幸太郎選手のこれカードでございます。山中亮平選手のジャパンプライドです。稲垣啓太選手のジャパンプライドです。で、姫野翔吾選手の、ね、カードでございます。
ピーター・ラブズ・カフニ選手でございます。お袋目でございます。でジャック・コーヌデン選手のカードでございます。高瀬敦史選手でございます。福井翔太選手でございます。柿永慎之助選手のカードでございます。松島幸太郎選手でございます。水江の海斗選手でございます。ファルシュア・マキ選手でございます。ちょっとね、下噛んでしまいました。はい、ごめん、すいません。大変、ね、申し訳ございません。6袋目でございます。ジョネ・ナイカブラ選手でございます。ベン・ガンダー選手でございます。でグ・ジオン選手でございます。ジェームズ・ムーア選手でございます。で松田力也選手のカードでございます。で坂手敦選手のカードでございます。ヘルウベ選手でございます。ちょっとごめんなさいね。はい、7袋目でございます。小倉純平選手でございます。ジェームズ・ムーア選手でございます。ワーナー・ディアンズ選手でございます。斉藤直人選手でございます。グレイク・ミラー選手でございまして、ニコラス・マイクラン選手のね、こちら金箔サインカード付きでございます。こちら CR でございまして、30分の28でございます。見えますでしょうかね。はい。でファウルア・マキシ選手でございます。すいません。はい、8袋目でございます。姫野和樹選手のこれカードでございます。中村、これは亮斗選手でございます。稲垣啓太選手のカードでございます。で、ジャック・コールデン選手のカードでございます。で坂手敦史選手でございまして、直筆サインカード出ましたね。これは資源の海斗選手ですね。直筆サインカードでございます。こちらがですね、これ72分の63となっております。塩根原尻選手でございます。ここに置いておきます。で最後の9袋目でございます。中村亮斗選手のカードでございます。で李承信選手でございます。カードでございます。
レノ、レメキ、ロマノ、ラバ選手でございます。流れ豊か選手で ございますのカードでございます。ワーナー・ディアンズ選手でございますカードでございます。で、テビタ・タタフ選手のカードでございます。で最後にタウマキ・アナン、アナン、アマナキ選手でございます。サウマキ・アマナキ選手でございます。はい、すみません、重ね重ねね、ちょっと言葉にちょっとね、あの滑舌が悪くて大変申し訳ございませんでした。以上で BBM ラグビー日本代表カードブレーブ、ちょっと英語ちょっとね割愛させていただきます。ちょっと英語苦手なんでご容赦ください。でこちらのね直筆サインカードね、出ましたね。で後編はね、あの明日やりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。